分を表現してみんなに愛されたいの。私、3年間しか時間がない。その間に私の夢を叶えてくださいね。あなたが新しい私を作るのよ。お願いね。あなたね、今度ペントハウスに引っ越してきた子。イーナちゃんだっけ。私はハオン・ユキ。よろしくね。じゃ。私の部屋。こっち、僕の部屋。僕の、私と別々。引っ越してきたイーナなんだ。俺は島ひろみ。ここの1階に住んでんだ。よろしくな。かわいいじゃん。あんたも芸能界志望？俺も今頑張ってんだ。じゃあね、またな。新生活のお祝いに私からのプレゼント、このペット。餌もいらないし、世話をする必要もないの。その辺に置いておけばいいのよ。さ、ぼやぼやしてないで、1週間ごとのスケジュールを作りなさい。イーナの良きライバル、ユキから生の映像が届いております。イーナ、おめでとう。自分のことってわからないものね。イーナ、あなたには随分無理言ったけど、ごめんね。私は私で頑張ってるわ。そして今はあなたのこと心から応援してるわ。ずっとお友達でいようね。そしていつまでもライバルよ。なんと素晴らしいメッセージ。ユキさん、今度はあなたの歌もここスーパードームでぜひ聴かせてください。あなたのファンが待ってます。なんとニューヨークの島ひろみさんに映像が。いいな、とうとうやったな。おめでとう。お前は人に愛されるという誰にも真似できない才能がある。思うんだけど、いいな、自分にない才能を作るんじゃなくて、どんなにちっぽけでもそれを大切に育てていけばいいんだね。頑張るよ。そして次はニューヨークで歌ってくれ。いやー、参りました。3人がそれぞれの道のスーパーアイドルにして良きライバル。いいお友達を持ちましたね。いいな。ありがとう、ありがとう、ユキ、ヒロミ。これは驚きました。なんと大掛かりな演出でしょう。今の今まで我々スタッフにも全く伏せられていた演出です。
お嬢様が。何のんきなこと言ってんの。あのマザーシップは演出なんかじゃないわ。さあ、フィナーレを迎えました。皆さんが待ちに待った新曲 Feel for Love、 愛を探して。マシュマロのようです。これも演出なのでしょうか。